フライヤーはアメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名はサンフィッシュ科の魚の一種、フライヤーにちなむ。フライヤーフライヤーはコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1943年7月11日に AS ピアース夫人によって浸水し、艦長ジョンディ・クローリー少佐の指揮下10月18日に収益する。 フライヤーは収益後コネチカット州ニューロンドンを出港し12月20日に新湾に到着最初の紹介の準備を行う。1944年1月12日、フライヤーは最初の紹介を実施すべく新湾を出港したが1月16日ミッドウェイ島付近で悪天候が過ぎ去るのを待っている間にンゴ礁に座礁してしまった。 フライヤーを救援すべく、潜水艦救難艦マカウが現場海域に向かったが、悪天候は、マカウにも牙を剥き、マカウも座礁させてしまった。フライヤーとマカウは悪天候が収まるまでの6日間、座礁したまま放置されていた。悪天候が闇、ミッドウェイ島で建設工事に使用されていたクレーン船と潜水艦救難艦フローリ艦が現場に駆けつけて、 フライヤーを復旧させたが、結局フライヤーは修理のためメアイランド、海軍造船所に開港された。一方のマカウの方は、離傷に失敗し、2月12日から13日にかけて、沈没した。修理を終えたフライヤーは5月8日に、真珠湾に戻った。5月21日、フライヤーは改めて最初の紹介で、ルソン島西部に向かった。6月4日、 フライヤーは、北緯22度37分統計136度50分、北緯22.617度統計136.833度、2 2 6 1 7十3 6 8 3 3のよう、島西南西510キロの地点で、サイパン島から横須賀に向かっていた第4530、船団を発見し、攻撃態勢に入った。フライヤーは、 各々の二隻の目標に三本の魚雷を発射し、特設運送船白30に二本命中させて、撃沈した。その後、紹介海,海域に到達したフライヤーは、6月13日に、北緯15度57分統計119度42分、北緯15.950度統計119.700度、15.950119.700の、ルソン島、 海満岬西北西7.5キロの地点で、少なくとも6隻の護衛艦,艦艇に守られた11隻の輸送船及びタンカーからなる未例後船団を発見した。15時55分、フライヤーは1万トン級タンカーに向けて、魚雷を4本発射。うち1本が、タンカーマリフ丸の下限輸送に命中し大破させた。フライヤーは、最終的に船団に、 どのような損害を与えたか確認する前に、護衛艦の対戦攻撃で、激しい攻撃を受けることとなった。6月22日夜には、北緯12度50分統計120度40分、北緯12.833度統計120.667度、12.833120.667 12. の、ミンドロ島沖で、輸送船団を発見して追跡し、 二隻の輸送船に6本の魚雷を発射し4つの命中音を確認。続く2度目の攻撃では魚雷を4本発射し、3つの命中音を確認した。一連の攻撃の末、陸軍輸送船ベルギーガンを大破させた。7月5日、フライヤーは44日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。食雷沈没8月2日、フライヤーは2回目の紹介で、 マスケランジと共に、南シナ海及び、インドシナ半島沿岸に向かった。ルートは、ロンボク海峡から、マカッサル海峡、セレベス海、スール海を通過し、バラバク海峡から、紹海,海海域に向かうもので、フリーマントルからアメリカ潜水艦が、南シナ海に向かう最短のルートであった。8月12日22時ごろ、バラバク海峡を浮上して航行していたフライヤーは、 嫌いに接触する。18ノットの速度で航行していたフライヤーは1分にも満たない時間20秒から30秒ほどで沈没した。クローリー艦長を含む乗組員の数名は環境で見張りを行っていたが、食雷の衝撃でフライヤーから海中に放り出された。放り出された者らは燃料油の匂いが立ち込める暗闇の海で立ち泳ぎをしながら、 大声で名前を叫びながら集合した。クローリー艦長以下14名が生き残り、その他72名の士官と兵員は、艦と運命を共にした。彼らは、この地点が、陸地からわずか3マイルの位置にあることを知っていたが、曇った夜に順応することができなかった。クローリー艦長は生存者に対して、方向を決定することができるまで立ち泳ぎをするよう、命令した。 この時点での生存者は、クローリー艦長の外は、以下の通り。ジェームス・ W ・リデル・チューイ、アルビニー・ジェイコブソン・ショーイ、ウィリアム・ L ・レーノルズ、ジョン・イ・キャッセイ、パウル・ナップ、フィリップ・ S ・メイヤー、ウェスリー・ B ・ミラー、アーサー・ G ・ハウエル、ドナルド・ピート・リマイン、ジェームス・ D ・ルッソ、R ・ R ・バウルガート、エドガー・ W ・ハドソン、チャールズ・ D ・ポープ、ジェラード・ F ・マテオ。 生き残る乗組員5時間後に月が昇った。月明かりで小島を十分に見渡せるようになるまでに、さらに6名の乗組員が死亡し、海は波立ち始めた。クローリー艦長は生存者を共に行動させることができず、リデル、ジェイコブソン、ハウエル、トリマイン、ルッソ、バウルガードを呼び、ミラーの7名に各々の海岸まで自力でたどり着くよう命じた。 爆発から18時間が経過した8月13日の16時ごろ、クローリー艦長以下7名の生存者は、マンタングラ島で集合したが、ミラーは、行方不明となった。彼らは、その晩は砂に穴を掘って眠り、浴場避難所を作り始めた。マンタングラ島には、真水がないことが判明し、彼らは水を求めて、他の島へ移動しなければならなかった。士官は、 海路図に精通していたことから、西側のバラバク島か東側のバグスク島に移動するのが最良の可能性であると判断した。彼らはバグスク島への移動を決め、イカダを作り始めた。材料を探している間に、彼らはミラーと再会する。ミラーは島の東端に流れ着き、一晩を過ごしていた。こうして、島での二日目の夜を迎える。 8月16日午後、生存者一個は、干潮時に、バイアン島へ出発した。二人がイカダに乗って、海で操縦し、他の者は泳いだ。彼らはようやくバイアン島にたどり着きた。8月17日、彼らは、バイアン島とガブン島を隔てる水路を横断し、その日の晩をここで過ごす。翌8月18日になって、彼らは最悪の事態に遭遇する。彼らは、 日焼けによって水ぶくれを生じ、足はサンゴで傷つけられていた。また、虫刺されに悩まされることになる。それでも海の底は浅く、サンゴに足を傷つけられるデメリットはあったが、歩いて横断することができた。彼らはようやくバグスク島に到着し、小さなココナッツ園で上をしのぐことができた。また、バグスク島は過去に人が住んでいたため、 彼らはいくつかの空き家と真水でいっぱいの水槽を見つけることができた。その晩彼らは一軒の空き家で眠った。現地ゲリラとの接触8月19日朝、一人早く起きたジェイコブソン少尉は英語が通じる若いフィリピン人のゲリラと遭遇した。ゲリラは生存者たちを20名ほどが野営する彼らの野営本部へ連れて行った。 ゲリラのうちの数名は沈没した潜水艦の生存者を捜索するためにバグスク島を訪れたパラワン島からの捜索隊であった。生存者たちは捜索隊が彼らではなく3週間ほど前に同水域で沈没したロバローの乗組員を探していたことを知って失望した。捜索隊はボートで8月20日から3日間をかけて生存者を パラワン島のプリルヤン岬へ移動させた。彼らはそこで、バラバク島で、ロバローの生存者を捜索していた、別の捜索隊と合流した。その後、数日をかけて、パラワン島の東へ移動し、彼らは8月23日に、サージョン・ブルックス・ポイントに設営した拠点に到着した。拠点は数日前に潜水艦で上陸した、メイアーリク軍大佐率いる。 ユサフ沿岸監視部隊の拠点でもあり、同部隊は第七艦隊司令官トーマス C 近鏡の中条へ打電することに同意した。生存者は救援を待ったが、彼らは5マイル山側のアメリカ人のエドワーズが所有する取引所へ移動した。生存者たちは第七艦隊司令官への潜水艦での回収日時や認識信号を手配し、現地のモ盲路人から 動力艇の借用を打ち合わせた。8月29日、クローリー艦長をイカ生存者たちの収容のために、レッドフィンが差し向けられることとなったことが知らされた。救出、生還サモン委員会8月30日の集合期日となり、他の8名の難民が一行に加わった。難民には、イギリス人、家族4名、海戦時に、 マニラのニコルス飛行場に手捕虜になった後収容所を脱走したアメリカ陸軍兵士2名、アメリカ人、エンジニア1名、フィンランド人1名が含まれていた。しかしながら、計画は連絡地点の近くに停泊した日本の小型商船によって妨げられた。小型商船に発見される恐れがあったため、信号灯は使用せず、手動電源付きの無線を使用した。 レッドフィンは無線を受信し、近くで浮上した。レッドフィンは生存者を救助したことに対する報酬として、ゲリラに食物、潤活油、医療用品、携帯兵器、弾薬及び予備の靴、医療を与えた。難民と生存者が上官し、モロジンの動力艇が危険から脱出した後、レッドフィンは停泊していた小型商船に対して砲撃を行った。 しかしながら商船は出航し損害を与えることができなかった。レッドフィンは攻撃を諦め、ダーウィンに向けて航行した。ダーウィンに上陸したフライヤーの生存者は飛行機でパースに移動した。クローリー艦長が報告書を作成し、彼は脱出を指揮したことで主勲章を受賞した。リデル、ハウエルよびルッソは脱出での功績を表彰され、8名は 全員が、パープルハート賞を受賞した。クローリー艦長以下が、英雄、勇士としても手早される一方、上層部、特に第77.1任務軍司令官、ラルフ・ダブリュー・クリスティ少将賞以下には、冷ややかな目が注がれることとなった。要は、バラバク海峡はこれまでも何度か、潜水艦が通行し、何も起こらなかった。しかし、ロバローと、 フライヤーが間をあまり置かず食がみなり沈没した。これは上層部が、不接嫌いに関する情報収集を怠って、結果的に潜水艦を続け様に喪失させたのでは、ないかというものであった。当該海,海域は1941年12月7日に、123が不接したもので、1943年3月には、嫌い腹が強化された。 1944年3月には、第三南津海艦隊の不施艦津軽が、嫌い腹を、さらに強化していた。クローリー艦長の報告書が届くや、いなや、規定に則っ,って、サモン委員会が開かれることとなった。委員長の人選が開始されたが適当な人物が、おらず、近畿土中将は、合衆国艦隊司令長官兼海軍作戦部長。 アーネスト・キング大将に人選を依頼し、キング大将は、大西洋艦隊潜水艦部隊司令官、フリーラント・ドービン少将を、サモニー委員会のトップとして派遣した。ダービーン少将は9月12日にフリーマントルに到着し、クローリー艦長や他の何人かの艦長も参加して、委員会が開催された。しかし、ドービーン少将とクリスティ少将の間には、 調査に協力する姿勢が全く見られず、またドービン少将は、クリスティ少将の穴ばかり探すことに専念し、クリスティ少将の普段の仕事ぶりには全く目を向けなかった。キング大将は、後日、クリスティと喧嘩をさせるために、ドービンを送り込んだのではないと、ドービン少将の姿勢に失望していた。しかし、ドビン少将は必要以上の穴探しはせず、結果的に、 クリスティ少将以下は、白と判定された。クリスティ少将は、委員会が終わると、南シナ海に向かう際には、以後、バラバク海峡ではなくカリマタ海峡を通行することと、指揮下の潜水艦に通告した。フライヤーは、第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖章を受章した。フライヤーの総撃鎮スコアは、白301380トンのみだった。 2009年2月1日、フライヤーの船体は、北緯7度58分43.21秒、統計117度15分23.79秒、北緯7.9786694度統計117.2566083度、7.9786694、117.2566083の地点に眠っていることが確認された。この調査は、 フライヤーの生存者が残した情報に基づいて行われ、ネーバルヒストリーヘリテッジコマンドの調査の結果、他のアメリカ及び日本の潜水艦が当該海域で沈没していないことが判明したため、この潜水艦がフライヤーであると特定された。水中で撮影された映像によれば、フライヤーは100メートルの海底に横たわっており、放火トレーダーアンテナは、 当時のガトウ級潜水艦の装備と一致していた。マリフマルはマニラに栄光されて修理される予定だったが、魚雷命中部分からの亀裂がひどくなり、船体が折れ、解体処分となったベルギーガンはマニラに栄光されて浮き放題となり、10月19日に第38任務部隊のマニラ空襲で沈没した。ありがとうございます。